Hello, everyone. The Lawson Good Child. Back in November, I think. おはようございます。今日もまたやってきましたね。光の銀河連合の皆さんが今後は今よりもひっちゃかめっちゃかになるとおっしゃっていることについて、多くの方が心配をしているようなのです。この件について詳しく話していただけますか？ブロッサム、そしてここにいる魂たちに最大限に温かいハローをお送りします。まずは一言言わせてください。これからやってくることで、あなたの手に負えないものなど一つもありません。なぜなら皆さんの中には必要な時に力が湧いてくるメカニズムが備わっているからです。メカニズムですか？はい。このように表現することを選びたいと思います。勇気と力が必要とされる場面に直面した際に、信じられないほどの力が湧いてくるというのは、皆さんの歴史上多々ある話ではないですか。これを思い出してください。先日とあるインタビューを受けた際に答えたこの件に関する現段階における私の考えとしては、真実が明らかにされた時、地球中がショック状態に陥って、中にはどうすればよいか、どう受け止めたらよいかも分からなくなる人たちが出てくるという話でしたよね。ここまでは合っていますか？はい、まさにその通りです。ブロサム、明らかにされる真実によってその人の現実の中では絶対に真実であると思っていたことが、まるで夢を粉々に壊されるかのように崩れるのです。ですから私たちから言えるとすれば、真実が明らかにされることによってこそ今までのような物事のあり方が変化するのです。光の銀河連合の皆さんは全てがよりひっちゃかめっちゃかになると言いました。あたかもそうであるかのように見えるでしょう。それはまるで全世界がひっくり返ったかのようです。この影響を受けない魂など一人たりともいませんが、逆に多くの方はこう思うでしょう。まさにこれだ。 This is it。 これこそが人生をかけてずっと待ち続けてきた召集の合図だと。どうしてそうだとわかるのですか？そう感じるからです。あなたはそうであると知っていることが何であるかを知っています。知らないということはありえません。ですから状況は今よりも悪くなっているように見えるかもしれませんが、ある意味同時に状況はより良くなっているという見方もできます。より多くの真実が明らかになる中、ニュースを通して時に信じられないと思えるようなショックな情報を繰り返し与えられたとしても、人は物事が確実に動いているのだと認識することができます。人はトントン拍子により良い世界へと移行していると、その存在の中でより強く感じるようになります。では少し力についてお話ししたいのですが、よろしいですか？もちろんです。力とは何でしょうか？肉体的な観点からは簡単に解釈することができます。重いものを持ち上げるなど身体的な力を表現する方法はたくさんあります。しかしそうするためには体の準備を整えるためのトレーニングが欠かせません。例えばマラソンに備えてトレーニングをするなど、このように事前に多くの準備が必要ですよね。内なる力についても同じことが言えます。内なる力とはその存在の力そのもののことです。皆さんはこの時のためにご自分の準備を整えてきました。たとえ待ち時間が長すぎて
消耗したとあなたが感じていたとしても、それでもあなたにはご自分の光を輝かせています。そしてこの光こそが、言ってみればあなたにとっての準備やトレーニングなのです。あなたは決して何もしていなかったわけではありません。なぜならあなたは長期間にわたって愛を送り続けるなど、やるべきことはしっかりと行っていたので、より高い位置にいる存在たちはあなたから流れ続ける力を感じて大いに褒めそやしています。ですから日々が通過する中で、あなたは疲れや気だるさを感じているかもしれませんが、その時が来たらあなたにはわかります。内なる力が外に吹き出してきます。ダンスシューズを履いてくださいとおっしゃっているように聞こえますが、はい、そのように言いましたよ、ブロッサム。あなたの忍耐は限界まで試されましたね。しかしこれから先の日々で皆さんはきっとこう言うでしょう。ロックンロールする準備は万端だと。ではひっちゃかめっちゃかと皆さんが言うのは、そこまで悪いことではないという意味でしょうか。ブロッサム、真実が明らかになるのが悪いことであると思いますか？確かに全ての人にショックを与えるような真実かもしれません。しかし自分の中に一度受け入れてしっかり向き合ってみると、これまでずっと待ってきた方々は、こういう時が来ると知っていた方々は、そこから実に意欲的に熱心に仕事に取り掛かることができます。自分はこの時のために地球に来たのだということを知っているからです。確か前にもおっしゃっていましたが、ボロボロに砕けてしまった人々のかけらを拾い集める作業でしたっけ。それよりももっとすごい仕事です。それは迷子になり混乱し怒り心頭で何もかも信じられなくなっている方々を手助けする仕事です。膝から崩れ落ちてしまった方々を再び立ち上がらせ、橋のある方向を指し示してあげる仕事です。中には連れて行ってあげないとならない人もいるし、すぐに察して自ら他の方々を助け始める人もいるでしょう。非常に一体感が感じられる時となるでしょう。コロナの件で他の人を自らの腕で抱きしめることなど今後一生ないのかもしれないと思っていた人も、恐れることなく次から次へと魂たちを身体的にその腕に抱きしめることができます。どれだけの方がこれまでハグを否定されてきたことでしょうか。抱きしめ合うということは人間の調子を整えるために必要なソウルフードですが、この度これが誤った形で否定されてきました。でもこれからは愛のハグが当たり前になります。皆さんはたくさんの愛を貯蓄してきました。送り出してきた愛もたくさんありますが、あなたの中にはたくさんの力、そして愛が積み重ねられてきました。あなたはこれからやってくることに対する備えができています。これには疑う余地がありません。それが聞けてとても嬉しいです。なぜなら多くの方が消耗しきっていて、これ以上状況が悪くなったら一体どう乗り越えればよいのだろうと心配しているから。どうか知ってください。以前にも言ったかもしれませんが、物事が悪化しているかのように見える時こそ物事が前進している時であると。あなたは何度も力や導きを求めるでしょう。そしてその度に必要なものすべてがあなたの中で開花するのを実感します。あなたが必要とするものは今あなたの中にあります。
それをどうにかこうにか覚醒させればよいのですよね。いえ、もうすでに覚醒していて役目を言い渡されるのを待っています。なるほど、確かにこれはしっくりくるし容易に受け入れることができます。おそらく読者の中の多くの方も同じだと思います。ありがとうございます。最強の中の最強の存在があなたです。これを覚えておいてください。覚えておかなければならないことですか？今後は自分が最強であると実感するだけではダメなのですか？確かにそうですが、皆さんがこれから取り掛かる仕事は今皆さんが理解できるレベルよりもはるかに壮大なレベルの仕事なので、このミッションをやり遂げるにはあなたの全てをもって輝いてもらわなければならないのです。どうかご自分に優しくし、しっかりと栄養をとり、バッテリーを充電してください。なぜならあなたは地球でやりたいと思ったことをやっているのだと分かっていながら、あまりにも多くの需要があるために消耗しやすくなるからです。ですから非常に大事なのはまずはご自分のケアを行うことです。そうすることで初めてあなたの知識や愛を必要としている方々の手助けをするための力が持続します。知識というのはどういう意味ですか？愛の知識です。愛の存在となるための知識です。自己の中に愛があると知っているという知識です。今地球に滞在している皆さんお一人お一人にお伝えします。あなたを目的地まで連れてって行ってくれるのは愛しかありません。全ての人が神聖性からできていると理解した上で人々の手助けをすることができるのです。どうか過ぎ去った年月を振り返っていただいて自分がどれだけ変わったかを考えてみてください。あなたが物事に対処する姿勢や他の魂たちに対するアプローチの仕方は昔と比べてどのように変わりましたか？前と同じだという人は一人もいないと私たちは感じています。なぜならあなたは愛を知ったことであなたという存在は変わりました。あなたが物事にアプローチする方法が変わりました。あなたが他の人を尊ぶ方法が変わりました。愛を知ったことであなたの中の全てが変わりました。なぜならあなたは真の愛が何であるかをどこから来るのかを思い出しているからです。真の愛とは神聖性から来ます。あなたは神聖性の一部です。では想像してください。真の自分を思い出していない方々が考えも及ばないような真実を知った時、多くの手助けを必要とします。様々な方法の手助けを得た上で、なるほどそういうことかという境地にたどり着かなければなりません。人々はあなたという存在とあなたの知識を通して疲れ果て混乱しながらもあなたの手を取り、あの橋を渡ります。彼らも自分たちの目的地が新しい故郷であることを知って理解しており、彼らもいつかあなたがやっているようにその役目を受け入れ、他の人を手助けできるようになるまで故郷で休憩療養することができます。親愛なる魂の皆さん、皆さんの経験されている今の時が非常に混乱していて大変な時期であることは承知しております。それぞれの方がご自分の役目を果たす中、もしかしたら本当は痛くない場所にいるという方も
いらっしゃるかもしれません。しかし、今後壮大なシフトが起きます。光を当てなければならない闇はたくさんありますが、一旦特定の手順、プロトコールが動き出せば、移り変わりは非常に素早く移り変わります。プロトコールとは何のことですか？一度弾が転がり始めると、すべての人に弾が転がっているのが見えてます。そして一旦そうなると、準備されてきたものが素早くパズルのピースのようにどんどんとはまっていくということです。今の日々もこれから先の日々も神聖な計画の一部です。神聖な計画に間違いなどありません。道のりすべてがそうは見えなかったとしても非常に細心の注意を払って考え抜かれたものであり、これによって闇は取り除かれ、光が再びその正当な地位を取り戻します。正直、今と違う世の中なんて想像するのは難しいです。自分では想像力が豊かな方だと思っているのだけれど、それでも私たちが覚醒して入っていくであろう新しい世の中を想像するのは難しいです。ブロッサム、感じれば良いのですよ。愛を感じて深呼吸をして、あなたのハートに愛があるのを感じてください。マントラを繰り返しつつハートの愛を感じるのです。これを続けてください。こうするたびにあなたは自分自身を補強し力をつけています。これはあなただけに限ったことではなく、全体も同時に増強されます。なぜなら、私は、I am は、すべての人を指しているからです。今回地球に来ることを志願し、選ばれてやってきた方々は、最後までやり遂げます。今まさにその最中であるし、これまでもずっとそうし続けてきた方々ですから、このミッションが完了したらどれだけ素晴らしい全員のためのお祝いになるでしょうか。確かにそうですね。地元のお祭りで光の宇宙船のアトラクションとかに乗ることができるようになりますかね。感謝と愛の報酬を持ってようやく明るい気分になれました。 I am I am the light I am the love I am the truth I am I am the light I am the loveI am the truth. I am. I am the light. I am.